ビリー・バークは、ワシントン DC 出身のアメリカ合衆国の女優。ジュディ・ガーランド主演のミュージカル映画、オズの魔法師のグリーンダ役で知られる。また、ブロードウェイの興行を、フローレンツ・ジーグフェルドの妻としても知られる。なお、ジーグフェルドの反省を描いた映画、巨星、ジーグフェルドでは、マーナロイがバークを演じている。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに、 映画分野で星を持っている。1884年にサーカスの道家師だった父親の下に生まれ、サーカス団の巡業に伴い、米国内やヨーロッパを旅して回る生活を送る。その後、家族でロンドンに落ち着き、18歳の時に舞台デビュー。22歳の時にニューヨークに渡り、ブロードウェイデビュー。1916年の映画、 ペギーの主演でハリウッドデビューし映画女優としても成功するが1921年の映画ザ・エデュケーション・オブ・エリザベスで女優を引退する。夫フローレンツ・ジーグフェルドが株への投資で莫大な利益を上げ働く必要がなくなったからと言われている。しかし1929年のウォール街大暴落及びそれに伴う世界恐慌で夫が破産。バークは 女優復帰を余儀なくされ、1932年の映画、愛のお越でハリウッドに復帰する。同作は彼女にとって初のトーキーであり、その撮影中に夫を亡くしている。女優復帰後は映画のみならず、ラジオのパーソナリティを務めるなど、精力的に活動する。1938年の映画、ベレリー・ウィー・ライブで、第11回アカデミー賞の女演女優賞にノミネートされる。 1950年代以降はテレビにもゲストで出演するようになるが、仕事は徐々に少なくなっていき、1960年に引退する。1970年に老衰で死去。グロリア・エスロマンス。ありがとうございます。